新聞紙工作は無限大。はい、私新聞紙工作作家佐藤泉と言います。初めましての人も今までの人もどうも、いつもありがとうございます。 YouTube の方で、こうやってねお話しするのもちょっと嫌ですね。恥ずかしいですよ。でもね、今日は私のことをね知ってる人も知らない人も、そして初めて登録してくださって見てくださっている方のために、新聞紙工作はどういったもの、そしてどういうところでこう喜ばれるかっていうところをきちんとねお話ししたいなと思って動画を撮っています。はい、この頃よく、先生方の小学校や中学校の先生方の研修会に呼ばれることが多くなりまして、本当にそれもありがたいことです。あるワークショップをきっかけにそこにいた参加者の方が私を見つけてくださって、この研修どう、この内容どうっていうところから先生たちと出会うことができて、それがまたさらに広がってお声をかけていただいて、小学校に出向いて先生たちにお会いする機会が増えてきたということは、とっても大きな、なんかこう前進というか、私にとっても先生方にとっても嬉しいことなんじゃないかなと、思っているわけです。それというのもですね、まずそうですね、簡潔にお話ししなきゃいけないんです。新聞紙工作というものは、読み終えた新聞紙とセロハンテープと糊があればできる簡単な工作です。でそこには手先を使うとか想像力を養うとか、アイデアが生まれるとかコミュニケーションが取れるといったもう無限大の可能性が含まれているわけです。決して上手なものを作るんではなくて、例えば私はよく初心者の方にキノコを教えるんですけれども、キノコを作っていたとしても途中からそのキノコが、人間の形に変形したり、キノコを作っていたんですがリンゴになったりといった、そういった途中で出たアイデアも、丸です。もちろんそのアイデアが、変形変わっていったとしても、それは一つの素晴らしいアイデアであって、それを認める、そして、個性が出たらそこはもう褒め合うとか、とにかく正解がないので、アイデアがその工作によって生み出されて、そして広がっていく、そして認め合っていく、自信を持っていくといった、そういった可能性が含まれた工作なので、まず読み終えてゴミになる新聞紙が工作をすることによって、こう無限の可能性、その子の秘めたものが広がっていく、そしてアイデアが生まれて想像力が豊かになって、面白いことになっていくっていった、そういったね、きっかけ作りになる工作が新聞紙工作と言います。あ、そうそう、作品については作り終えたら、色は貼らなくてもいいんですけれども、要は彩色は一切しないので、カラー刷りをちぎって貼ります。そうすることによって絵の具とか一切使わないで新聞紙だけで仕上がっていくということなので、それもちぎり貼りなので面白いんですよ。いろんな形になって個性が生まれていくので、大雑把な人、神経質な人、いろいろいますよね、人間には。その個性がそこに出るので、とってもユニークな作品に仕上がるといったわけです。どれも正解です。はい、それが新聞紙工作です。で、この頃やはり先生たちに会う機会が多いので、先生たちも今ね、大変です。教員不足と言われていますし、先生も人間ですから、いろんな壁にねぶち当たって突き当たって迷っている方も多いと思います。そこで私は先生たちのサポートををする側になって、先生たちと共に子どもたちをサポートしていくっていったことができるとしたら、それは本当に嬉しいことです。なので今後も、いろんなところに行って、先生たちのサポート側に向かって、先生たちが
子どもたちに新聞紙工作プラスで何かこう子どもたちの良さを発見できるとか、先生自身も心がこう穏やかになるとか、そういった機会が新聞紙工作によって増えればいいななんて、思っておりますので、私はあのインスタグラムと YouTube でを主に発信しておりますので、ぜひ私と出会ってくれてありがとうございます。なので私と出会ったことによって何かこう一つでも前向きな考え方になって、いければいいなと思いますので、先生たちのことを応援してますし、私もこれからもますます頑張っていきますので、よろしくお願いいたしますといった動画になりました。それではまたお会いしましょう。またねー。